続きまして第2部第8回全国女流花火作家競技大会を行います。今回は全国から12名の女流花火作家がエントリーいたしました。曲名は俳句としております。4号玉10発、5号玉7発を打ち上げます。はじめに標準審査玉を上げ審査基準といたします。それでは審査員をご紹介いたします。審査委員長、花火研究家小西幸一郎様。審査員、最上谷由香様、金子文様、五十嵐秀美様、以上の皆様でございます。最初に標準審査玉を打ち上げ、審査委員から点数をつけていただき、この点数を基準に審査いたします。それでは標準審査玉を打ち上げます。標準審査玉、入り混じるこぼれ桜と忘れ雪、秋田県大仙市響屋大曲演歌株式会社佐藤幸恵。転校ただいま審査をしておりますので、標準審査玉の点数が出るまでもう少々お待ちくださいませ。ただいまの標準審査玉点数65点です。エントリーナンバー1番、川岸で二人の再会祝う花、秋田県仙北郡美郷町大久保演歌製造所大久保美奈子。転校、
エントリーナンバー2番、常夏の海に輝く無双花。秋田県大仙市株式会社わびや久米川瑞穂。天下エントリーナンバー3番、無限花、好奇の波に咲いて舞う。新潟県新潟市、新潟煙火工業株式会社、横山恵里。天候エントリーナンバー4番、ひらひらとよう舞い踊る花ごろも。石川県かほく市、北陸加工株式会社、久保田由紀子。天候エントリーナンバー5番、キラキラと波に輝く初夏の日。福島県須賀川市
有限会社糸井加工佐藤里央奈天候エントリーナンバー6番きらめいて今宵は蛍の舞踏会長野県長野市株式会社ベニヤ青木煙火店小林真希天候ではここで会場の皆様に落とし物のご案内をいたします。